東京新聞が大炎上、桜を見る会で百田直樹、武田恒康、健闘、ギルパートを誹謗中傷。本日、東京新聞が桜を見る会、何のためかと題した記事を掲載しました。この中で作家の百田直樹さんや武田恒康さん、タレントの健闘、ギルパートさんら、 排外主義的な思想を掲げるネット翼、ネットヨから人気を集める右派文化人が参加をしたと、まあ、このように記事にて紹介していたんですが、それに対して本日、虎ノ門ニュースにて百田直樹さんが、東京新聞がこのように書いたが、私は排外主義的な主張を掲げていない。 いい加減にししろ嘘を書くなと激怒されておりましたこの東京新聞ですね、もう日に日に報道内容がひどくなっており、変更報道が悪化し続けておりますので、皆様、東京新聞は購読しないようにしていただき、また企業の皆様は、東京新聞に広告を出さないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。